回はブラックゼンダラタイルにマンダラ風にタングルを配置した作品を描きます。あえてシェーディングを行わずに点描や染料インクを染み込ませて白いペンににじませるブリーディングタイルという技法を使い、宇宙のような幻想的な色合いに仕上げました。ブラックタイルに入るカラーリングを楽しめる作品です。
最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは、ゼンタングルの様々な楽しみ方を紹介しています。この動画が良いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。チャンネル内の他の動画もご覧いただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。